2015年春に延伸開業する北陸新幹線の長野金沢間で5日、新型車両 W7 系による走行試験が始まりました。 W7 系は5日朝、まだ建設が続く金沢駅の真新しい新幹線ホームに到着し、地元の小学生や住民およそ500人に迎えられました。こうやって新型車両をバックにして挨拶をしておりますと、何か今日が新幹線の金沢開業の日、そんな錯覚すらですね、覚えるわけでございます。それだけもう開業の日が間近に近づいてきた、こんなことを改めてですね、実感をするわけであります。W7 系による試験走行は10月末まで続けられ、開業に向けた準備が本格化します。